にちは。令和2年度も手話動画を皆さんにお届けしていきたいと思います。今年は4月から各月から連想される言葉をお届けしたいと思います。毎月楽しみにしていてください。4月の手話は桜をお届けします。両方の手のひらを合わせて前後を入れ替えます。もう一度桜、このように表現します。私は桜が大好きです。皆さんも同じですよね。桜の花が満開に咲き誇る様子、そしてだん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 散りゆく様子、そしてだんだん葉桜に変わり緑が濃くなっていくと夏が近づいてくるななんていうふうに感じます。今月の手話は以上です。次回もお楽しみに。